二の旧社鳥居二の旧社鳥居原尻の滝と二の旧社鳥居尾形三社は、大分県文豪野市尾形町にある、一宮社、二の旧社、三の旧社の三つの神社の総称である。文豪野市尾形町にある以下の三社の総称である。三社共に、現在の尾形町にあたる文豪国王の軍尾形僧を、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけて、所領とした尾形これよしが、 1178年に建立したと、される。伝説では、これよしが、現在の小型町宮尾にある元宮から3本の矢を、いて、1本目が落ちたところに、一宮社、2本目が落ちたところに2の旧社、3本目が落ちたところに3の旧社を、それぞれ建てたとされる。各神社の祭神は、一の宮社が父である、中愛天皇、3の旧社が母である、神宮皇后、 二の旧社が子である王神天皇。一の宮社二の旧社は小型川の右岸。三の旧社は左岸にそれぞれ位置しており、特に二の旧社は原尻の滝近くにあって、滝のすぐ上流の川中に鳥居が立っている。毎年旧暦10月14日、15日に近い土曜日、日曜日に小型三社川越祭りが行われる。この祭りでは、 一宮社と三の旧社の三越が二の旧社に集い、親子三人が共に夜を過ごす。この際に、二の旧社と小型川を挟んで対岸にある三の旧社の三越が川を渡ることから、川越祭りの名が付けられている。この祭りは、原尻、川越祭として、文豪大野市の無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。